影18、それは八代将軍徳川吉宗が鬼瓦版十七家のほかに密かに創設し、江戸の町に放った忍びの名である。彼らは武士の身分を隠し市井に暮らし、将軍直々の命を受けてさまざまな悪と戦い続けた。吉宗が死した今、組織は吉宗の四男一橋宗忠に引き継がれた。どこの料理屋も炭をけじるもんだから。お座敷が寒くって陰気だね。食べ物屋も生ものばっかりだし、芝居小屋も市村座まで休業しちゃうし。こう炭が高くて品不足じゃね、誰だって布団にくるまって早寝しちゃうさ。ねえねえ、角の炭屋さんも潰れたんだって。炭が不作だったの？炭に不作も豊作もあるもんか。大儲けするためにどっかに隠してる連中がいるのさ。物がなくなりゃ値が上がる、どんどん値を釣り上げといて売り払うんだよ。お米油の時だってそうだったじゃないか。頭いいんだね。いいことないよ、悪賢いだけだよ。阿部さん、先日はどうも。影十八再開してくれたおかげで俺の顔も立った。つなぎ役としての暮らしも安定したね。一杯おもらしてくれ。まだ仕事がありやす。釣れないこと言うな、一杯だけだよ。あ、いらっしゃい。おかえり。あつかんとな、なんか煮物でもくれ。すみません、炭も薪も手に入らなくて煮物焼き物できないんです。お酒も冷やしか。おお、そうか。じゃあ茶碗で二つな。はい。あ、阿部さん、見とくれよこのざま。これじゃ板前どころか薪集めだ。おかえり。面白くねえな。お待たせしました。お一つどうぞ。手が震えてるじゃねえか。ああ、そんな。てめえ誰だ。妙なこと言いやがると承知しねえぞ。おめえが音次郎か。噂通り喧嘩っぺえな。音、こちらつなぎ役の八坂さんだ。ええー、あんたか。でも二度と姉さんからかわないでもらいて。仕事かい？酒を飲みに来ただけだよ。ちょいと阿部さんと二人きりにしてくれ。えい。仕事の話を聞こうか。上からは何もねえ。だが気になるな。ここもそうだが、町中から炭が消えちまった。ああ、無理して手に入れようとすりゃ法外な値段だ。みんな寒い思いしてるよ。こんなことは炭屋や問屋だけでできることじゃねえ。大概上の方の役人が絡んでいる。ご公儀の不正汚職ってやつかな。調べてみてくれねえか。影十八はきちんとしたつなぎがあるまで動かねえよ。俺たちは髪結い芸人、医者に板前と表の鍵を持ってるんだ。これでもこの辺りじゃなくちゃならねえ家業なんだぜ。あんたと違ってな。やめよう、やがる感情。おめえがある時アメさん、やっぱり仕事なんだろ。違う、俺も次を回らなきゃならねえんだ。おはるさん。はい。
ここ置いとくよ。ありがとうございました。アメさん、姉さんのことどう思う？アメさんに借するときよ、いつも姉さんの手震えてるの本当は気づいてるんだろ？好きなんじゃねえかな。おら姉さんいい世話女房になると思ってる。ああ、おはるさんはいい世話女房になるや。アメさんはミキさんみたいな新しい方の女が好みかい？いきなり女二人並べてあっちかこっちかなんて聞くな、びっくりするじゃねえか。俺たちには裏稼業があるんだしな。おめえの姉さん思いはわかるが、焦って変な男選ぶなよ。用心棒二人も連れて誰だよ。ありゃ見慣れねえ面だ。トコベア！待ちなさい、上州屋の吉之助さん、何を血迷って。ああ、うん、俺たちは板前と髪結いだ。待て待て、うん、今のはついこの間潰れた住み問屋の吉之助さんです。あの店はしまいまで値上げしなかったのにね。だから潰れたんですよ。きっつぁん、きっつぁん、これが精一杯だった。これじゃ足りないだろうけど。足りないなんてとんでもねえ。店が潰れた途端に女房は里に戻るし、親戚には見かけられた。こうして助けてくれるのは敷島だよ、お前さんだけなんだ。太夫だなんて呼ばないで。年季が明けて私は駒という名のただの女に戻れたんだから。すまないよ駒さん、この金でまたあんたを縛っちまった。狂わの時を思えば五両の前借りなんて何でもありませんよ。昔は大店の息子を言うことにお前さんを金で買う女としか思わなかったが、こうしてみるとお駒さんが一番あったかい。親のいなりに薄情な女と一緒になっちまった自分の心根が恥ずかしい。一昨日は失敗したが、今度は必ず仕留めてみせる。お駒さん、恨み晴らしたその時は。またあの家でつなぎをつける。合い引きの邪魔しちまったかな。いいえ、でもね、人の一生ってほんのちょっとのことでまるで違ってしまうんですよね。なんだか深刻だな。その肝心のほんのちょっとを旦那が邪魔したんですよ。雨さん、なんで入らないの？まだみんな揃ってねえんだろう。何？私一人だから気を使ったつもり？どうしたの？今日に限っておかしいわよ。別におかしかねえさ。おい、何やってんだよ、急げよ。あれ、こんなとこで立ちんぼしてたのかい？昨夜閻魔堂につなぎがあった。今度の炭の高値と品不足だが、炭問屋総元締めの東国屋庄兵衛が一枚噛んでる疑いがある。東国屋の悪事の証拠をつかんで成敗しろとのことだ。この東国屋に逆らって一月前店を潰された炭問屋がいる。名は上州屋吉之助ってんだが、こいつが三日前東国屋を襲って怪我をさせた。じゃあ俺と雨さんが見たあれかい？ああ、吉之助はあのまま逃げてるんだが、妙なことに東国屋は襲われた件を番所に届けちゃいねえんだ。まず吉之助を探し出すのが先決だな。簡単に言うけど、この江戸じゃ砂浜で小石を見つけるより大変じゃない。それは承知だ。だが店は潰れ、
女房にも逃げられ金もねぐらもなくなった吉之助だ。必ず知り合いを頼りにするはず。アメさん、そりゃ女だね。男は大方理に生きる。店を潰して落ちぶれた野郎を助けることはまずね。そこへ行くと女は情に生きる。よし、俺と猪さんは女に絞って吉之助を探したそう。三木と音は手分けして東国屋の店を張ってくれ。ご苦労様でございました。いや、お大事。はい、任しておいて。どうなされた？お腹が痛くて。ああ、これはいかん。うちで見て死んでよ。ああ、すいません。お願いします。色仕掛けか。何がだよ、行け！よし、行け！頑張れ！皆の衆、銭を投げたり、谷風に銭が多ければ谷風を勝たせ、イカズチが多ければイカズチが勝つぞ。さあ、軍配はどっちだ。よし、谷風は俺が集めるぜ。イカズチはこっちだ。イカズチ、おい、こっちだ、おい、谷風。さあ、皆の衆、俺も谷風。軒先をお借りしている上州屋さんにゆかりの方はおいでか。いや、潰れちまって誰もいねえよ。いるぜ。俺はここんちの若旦那と幼友達よ。聞かせてもらえませんかね。あっしら貧乏人には神様みたいな住み問屋さんでしたからね。女ね、女房は里のいいことを鼻にツンケンしたやつでね、潰れた途端逃げちまった。女といや、そうだ、吉原に昔馴染みにしていた太夫がいたな。東国屋出入りの医者の話では、怪我は軽傷で 2,3 日もすれば外出できるだろうって。東国屋は吉之助がまた襲撃してくると思ってるらしく、警戒は厳重だ。吉之助の店が潰れたのは、炭の産地を牛耳っている東国屋が一軒だけ値上げに応じない吉之助に荷が回らないようにしたからだ。吉之助って人はいいことをして店を潰したのね。吉之助は逃げ出した女房の里に立ち寄っちゃいない。女房は吉之助に会所がないって言いふらしているそうだ。吉之助が頼りそうな女がいる。以前吉原で松の位の太夫を張っていたが、今では年季が明けて一人でひっそり暮らしてるらしい。年季が明けて一人暮らしか。そんな女がな。そんな女ってどういうこと？北町奉行篠原但馬守、お召しにより参上つかまつりました。呼び出したのは他でもない、先般上様がその方に救命を命じられた炭不足の一件だが、炭問屋が炭の高値を見込んで隠匿しているとの噂、その真偽のほどは判明いたしたか？いまだ確たる証拠はつかめておりません。聞くところによれば、東国屋なる炭問屋が襲われて怪我をしたとか。北町奉行所にはその届け出はあったのか？初耳でございます。一橋様には何かご不審なことでも。不審なことでもだと？江戸市中に休みが出回らず、町の者たちは暮らしに困り、手に入れようとすればとてつもない高値とか。何とかいたすのは町奉行の務めではないのか？その方は不審には思わんのか？早々に救命いたせ。はっ。殿、中へお入りください。風が流行っております。もう炭が何分多幸なりまして。あやつ分かってないのか、とぼけているのか。とぼけたふりだとしたら大したやつじゃ。とぼけてなぞおりませんぞ。この小野甚兵衛、正真正銘風で伏せて言ったのでございます。女の名は敷島太夫、今は本名のおこま、年は27。三日前からこの近くの隠居屋で住み込みの女中をしています。三日前？吉之助が東国屋を襲ったのは5日前だ。
日が近いね。張り込む価値はありそうだ。俺は直に当たってみる。音はこの辺りに張り板を置ける場所を探してくれ。二階屋がいいぜ。ごめんください。何か？急に差し込みが。薬飲みたいんで水いただけませんか？それはお困りで、旦那様に聞いてまいりますので、ここに座ってちょいとお待ちを。おこまさん、そんなことぐらいいちいち私に断らなくても、あんたの一存でいいんだよ。薬飲んだら治まるまで休んで行ってもらいな。はい、ではそうお伝えします。どうぞ、さゆです。ありがとうございます。旦那様は？ええ、伏せっております。かわいそうに、お腹に悪い腫れ物があるそうで、朝晩はとっても苦しむんです。痛みが治まるまでどうぞお休みくださいと申しておりました。出たきりの年寄りの世話なんか、せがれも嫁も汚がって寄りつきもしませんよ。私は本当に運が良かった。つい3日前に五両の前金で話が決まって。そりゃよかった、口礼さんの紹介で。いやいや、この先に住むお杉さんが連れてきてくれました。お杉さんは以前は車で働いていたそうで、おこまさんとは知り合いだったそうです。七之助はどこだ？ええ、敷島太夫さんよ。私は本当に七之助さんの居場所なんか知りませんよ。とぼけんじゃねえ。野郎にはもう吉原で昔馴染みのおめえしか頼る相手いねえんだよ。馴染みと言いましてもね、親分さん、私たちは別に色恋で始まった仲じゃございませんので。じゃあ何だってんだ。クルワにはよくある大店の跡取り息子の世間修行なんですよ。吉之助さんが上州屋の大旦那に連れられてまいりましたのはまだ17の頃でございました。大旦那は息子の吉之助さんが先々酒や女で身を持ち崩さないようにと、私に酒の飲み方や車の遊び方を教えるように申されました。太夫、親父の四十九日が終わって、いよいよ明日から私が上州屋の身代を継ぐことになったよ。大旦那はまだまだ働ける人だったのに災難でありんしたね。嫁をもらうことも決まった。死ぬ前に親父が決めた人だ。太夫のようにいい人だといいんだが。それが半年前で、それから一度も会っておりません。じゃあ二月目おめえの年季が明けた時、なじみの旦那衆からごっそり祝儀が出たそうだが、その金はどうした？吉之助に渡して逃がしたんじゃないのか？あのお金は田舎の二親に。嘘抜かせ！親があるならなぜ消えらねえ？帰りましたよ。けど女郎上がりに戻られちゃ困ると泣きつかれましてね、金をそっくり渡して縁を切ってまいりましたのさ。野郎が来たら必ず知らせろ。いいな。左右一杯で嫌な思いをさせたようですね。いえ、人それぞれですよ。どうぞごゆっくり。あ、雨さん。おいさ、遠出の仕事で四五日留守にするよ。また芸者社のお供ですか？不用心になるわ。断れないの？女しわっての神家業だ。なんなら音次郎よこしますぜ。あの人ちょいと二枚目だけど若いから怖い。そうだ、八坂さんなら。あの人私の好みなの。阿部さん頼んでみてよ。会えたら伝えとくよ。なるほどね、おゆきさんあれが趣味か。弟子入り？どっかと間違ってねえか？俺もそう思う。親方は人はいいが腕はよくねえよ。江戸一番の髪結いの技の持ち主と聞いてきました。どうかお願いします。もちろん給金はいらない。
二階に寝泊まりさせてくれりゃただ働きしますぜ。客なんか日に一人来るか来ないかなんだがな。けどまあただならいい。弟子を持つのも悪い気がしねえや。何ですってね。東国屋さんは先日襲われてから随分用心深くなったそうで、裏も表も庭先まで凄腕の御浪人ばかりなんですってね。負けちまった。東国屋やらずに目安箱に頼っちまった。悔しいな。おい上州屋吉之助。おいてめえ目安箱に何入れた。十手持ちだろ。だったら東国屋捕まえたらどうなんだ。悪いこといっぱいしてんじゃねえか。その通りよ。消えたか。吉之助が目安箱に。ええ。どうせ店を潰された恨みつらみでしょうよ。けどだな、大事なこの時期に下手に騒がれちゃ。吉之助に深いからくりが分かるはずもないが、まあ念には念を入れといた方がいいね。じゃあ親分、あのお方に会える段取りをつけとくれ。おこまさん、何か心配事でもあるのかい。え、私にですか。いいならいいんだが、一人でいる時の横顔が何やら心配だらけのようで。冷えますね。雨戸閉めましょうか。ああ閉めておくれ。今日もまた庭が見られましたよ。あれが噂の太夫かい。ずいぶん張りのない顔した女だな。人を一人殺そうかって男を待ち続ける熱っぽさはとても見えねえな。ああしかしあの若さとあの顔で看病一筋とは思えねえ。きっと何かのために耐えてるんだと思うな。吉之助のためだとしたら、アメさん、女ってそこまで深く男を好きになるもんかね。無粋な俺には分からん。女にだって魂胆はある。あるはずだと疑ってかかってる俺も、毎日あの人の尽くしぶりを見てるとさすがに疑いに水を差されれる。アメさん、吉之助が目安箱に訴えたぜ。そうか、そりゃよかった。東国屋も目安箱に訴えられたんじゃ動くしかねえな。音のとこ寄って夜中も見張るように言ってくれ。あいよ。こっちは吉之助が来るか女が出向くかだな。あ、いたたたたた。親方また腹痛だ。ちょいと薬買ってきやす。いいけどよ、おめえの腹は裏の女中が出かけるたんびに痛くなるんだな。
お杉姉さん、コマです。ああ、お入り。吉之助さんからは何も言った気はしないよ。おこまちゃん、もういい加減におしな。あんたも五両の前金そっくり渡して昔の義理は果たしたはずだよ。きっさんはお金に苦労したことのない人だから。姉さん、もし来たら少しでも用立ててやって。私がきっと返しますから。おこまちゃん、あんた義理と恩返しだけじゃないのかい。惚れてんのかい。いけない。大店の若旦那だった頃はいくら好きでも諦めた。でも今は、今のきっさんは店は手放し、奥さんには出て行かれ、挙句の果てが追われる身。女郎上がりの私でも釣り合いの取れる境遇よ。おこまちゃん、私ね、きっちゃんの身の不幸を喜んでるの。やっと同じになれたって。おこまちゃん、そりゃ考え違いだよ。あんたの傷は一生もん。吉之助さんのは一時のもんだ。治りゃまた同じでなくなる。そんな当たり前のことがわからないのかい。世間の目っていうのはそういうもんさ。誰かに捕らえた。なんだって、前金の五両そんなことに使ったってのかい。そんなことっつのはなんだ。吉之助にくれてやったか。親分さん、ちょいと聞いてくださいよ。この女ったら金貸しのばあさんに預けて利ざや稼ぎしようってんですよ。妹分だと思ったらつけ上がりやがって。さ、二度と来ないでくれ。出ておいき。あい、いでな親父。おめえなんだ、カミソリは研いでねえのか。毎日研いでますで。じゃあ腕が悪いんだ。あんたみたいにちょっと切ったくらいで大騒ぎされたんじゃやりにくくってしょうがねえや。まあ確かに腕の方もよかねえが。正直でいいな。まあ、慌てねえからよ、丁寧にやってくれ。へい。ただいま戻りました。おう、腹は治ったかい。へえへえ、なんとか。親方、帰りましょうか。あの、こんなうるさい客は初めてだ。飯でも食ってくれ。へい。吉之助は目安箱に何を訴えたんだい。さすがはか、耳も目も早えな。訴状の中身は、墨の印鑑会社はある旗本の所領とあった。そいつが黒幕か。名前は。それは書いてない。ただの旗本じゃねえな。公儀の役職についてるやつだ。いくらわしでも目安箱の中身までは手を出せなかった。上州弥吉之助なる男、どこまで知っておる。仲間に聞き込む算段もありましたので、あるお旗本の所領に墨を隠しているとは漏らしましたが、御前のお名前は決して。実は先日、上様弟君一橋宗忠様に呼び出されてな。その場はごまかしておいたが、あの方切れ者と評判だ。東国屋、そろそろ墨を裁く頃合いかもしれんぞ。今の値でも例年の10倍以上の儲け。ここは欲張らず、隠匿の証拠を消すのが先決だな。おとちゃん、何してんの。あれだよ、東国屋。誰と会ってるの。分からん。偉そうな侍だ。美希さん、船降りたらつけてみてくんな。そうか、東国屋に会っていたのは北町奉行の篠原田島守か。吉之助が訴えた目安箱の中身が気になって動き出したんだろうよ。どんな中身なんだろうね。いずれ近いうち、つなぎの八坂さんが教えてくれるさ。アメさん、お向かいが騒がしいぜ。旦那様、どうなさいました。またお二人ですか。ここですか。
男のためならあんな苦労もできるもんですかね、女ってもんは。女も男も人間次第さ、誰でもってわけじゃねえ。助けてください。先日はどうもここの親方に弟子入りしましてね。どうしました？旦那様、今までの薬じゃ効かないんです。痛さで暴れて背中を押してやっても私の力じゃ痛みがもう和らがないんです。今までの薬でダメなら別のにするしかない。いい医者知ってますから紹介しますよ。足が寄ってきてあげましょう。お願いします。気持ちよさそう。こんなにぐっすり眠ってるのは久しぶりです。いい薬をありがとうございました。これは病を治す薬ではないのよ。痛みを忘れさせるだけ。今のご隠居さんには何よりの薬です。強すぎるから体には良くないの。それもだんだん効かなくなるわ。ごめんなさいよ、おこまちゃんいる？お姉さん。きっちゃんからだよ。お姉さん、これお金。いいから、うん、開けてごらん。おこまさん、何かあったら呼んでくださいね。ありがとうございました。気の毒だけど手遅れみたい。そうか、腫れ物がお腹で爆発するような痛みなの。身内でも世話を嫌がるような病気なのに、おこまさんって人よく尽くしてるわ。そうだな、女が入ってったろ。お杉さんって言ってた。紙に包んで小銭を届けに来たみたい。小銭？吉之助とおこまさんはやっぱり切れてるのかな。おこまさんは看病一筋、動く気配はねえ。狙いが違ったか。猪野さん、俺たちは見落としてることはねえかな。外まで聞こえる大声で怒鳴ったお杉がどうしてまた金を届けに来たのか。それも小銭一枚だぜ。俺もそれが不思議でならねえ。何がきっかけで二人の仲が戻ったのか。おこまとお杉はその間一度も会っちゃいねえことは俺たちがこうやって見張ってることで分かってる。アメさん、仲違いは芝居なんじゃ。なるほど。いくら金に困ってるからって小銭一つじゃな。ソレキシの金が役に立たないことはあの女ならとっくに承知のはずだ。アメさん、金は口実じゃねえか。肝心なのは、うん、包み紙か。それが吉之助の付け文だ。やってくれるな。俺はもう一度東国屋の命を狙ってみる。目安箱の一体だがどうにも気が収まらねえんだ。そんなこともう忘れて。東国屋はいくら墨を隠してることがバレても、江戸中の人たちを流して大儲けしてることが知れても命までは取られねえんだ。だからいつまでたったって悪巧みするやつは絶えない。始末つけて罪償ったら。おこまさん、
俺と正体持ってくれ。正体を持ってくれって、キッツァン勘違いしてるね。私があんたに惚れてるとでも思ってんのかい。とんだうぬぼれだ。私があんたにしてやったのはおなじみさんへのただの義理。嘘だ、ただの義理なんかじゃねえ。まだ何も知らなかった子供の俺に義理と誠の見分けを教えてくれたのはあんたじゃねえか。うぬぼれなんかじゃねえ。あんたは俺に誠を尽くしてくれてんだ。確かに義理と誠の見分けを教えたが、キッザ、あんたは相変わらず大棚のお坊ちゃん。ちっとも分かってない。私のは義理、ただそれだけよ。太夫、本当か。俺はやっぱりどこまでも客か。そうよ。だから私に会いたきゃ東国屋のことなんか忘れて昔の大棚盛り返してからにしてくださいよ。たった一人信じていた人までこのざまか。おこまさん、俺は自分への最後の誠を尽くす。東国屋と差し違えてみせる。そんなの違う、誠じゃないよ。なんだよあんたたち。おい、どかないと切るぞ。そんなへっぴり腰で守りの堅い東国屋と差し違えなんかできるか。うるせえ。やられちまうのがオチだよ。世の中たった一人の俺だよ。殺されたって誰も泣きゃしねえよ。俺の気休めそれでいいんだよ。泣く人はいるさ。おめえみてえなバカとでも苦労したくてしたくて仕方のねえ人がさ。なあおこまさん、俺たちはあんたをずっと見張ってた。あんたはいい人だ。本当の誠のある人だ。吉之助さん、東国屋を憎んでるのはおめえ一人じゃねえ。役人とつるんで江戸中の人たちを泣かせるような悪党は長生きさせねえよ。そういう悪党にはな、それなりの裁き方があるんだよ。万事任せておいた方がいいぜ。東国屋は怪我の届けも出しちゃいねえ。おめえは無実だ。おこまさんと力を合わせて消し積み拾いから始めて店を立て直すんだ。おめえの親父さんもそこから信頼気づいたんじゃねえか。命かけるならそっちにかけろ。おこまさん、今度はこの男に誠を尽くしてもらいな。だろうが、江戸中が寒い思いをさせてもらったぜ。
影十八。闇の裁きを伝えに来たな。わしを裁く？町奉行はわしだ。だからこその闇裁きだ。役目を利用して私腹を肥やすのがどうにも気に入らねえ。それらしく死んでもらうぜ。黙れ。されたそうです。おう、そうか。殿は驚きませんな。北町奉行にまでご出世なされた篠原様にでも悩み事はあるものですね。わからん。住み不足で江戸市民に迷惑をかけたその責任を取ったのであろう。いや、人の上に立つ者はすべからくかように潔い責任を取ってもらいたいものよ。もう甚兵衛。はは、はあ、人の下で風邪ひいてるだけでよかった。どうしたミキ、急用ってなんだ。音の姉さんがね、さっき来たのよ。音次郎が雨さんにした話は自分の預かり知らないことだから、どうぞあなたは気にしないでくださいって。どういうこと？仕事の途中で走ってくれんなことがある。忘れた。思い出してよ。アメさんと私のことじゃないの？そうだそうだった。音が言うには俺とミキは気性が合わねえからうまくいかねえってことだった。あいつそんなこと言ったの？許せない。だってミキ、好きな男のために女中奉公に入るなんてことできないだろう。そんなの嫌よ。男の犠牲になるだけの女なんて古いわ。そう、そうやって女の意地を通す。やっぱり合わねえよな。でもね、アメさん、私、意地はあるけど、育児のない女なの。弱いの。弱い、うん、なるほどね。